続いて皆さんに向かって左から2番目5番山本町をご紹介しましょう。総代野村雅樹さん、よろしくお願いいたします。まずは皆さんに歓迎のご挨拶、そして山のご紹介をよろしくお願いします。今日は野村様です。五番山旧本町総代を務めます野村です。よろしくお願いします。当庁の特徴としては、七九時の中で唯一の女性の神様、弁財天の神様となっておりまして、見ての通り他の山と違いまして、マイン人形の方も三馬荘というマイン人形になっております。ずっと今各町内のお囃子を聞かせてもらっていますけど、このお囃子っていうものは皆さんどのように覚えるんですか？はい、手肌で覚えていくんですか？やっぱり楽譜っていうものがあるんですか？楽はないですね。じゃあもう小さい時からずっと耳慣れて、そうですね、自然に覚えていく。そうですね。なるほど。そうですね、お囃子の特徴それぞれあると思いますけども、本町のお囃子の特徴というのはどんな特徴がありますか？本町は山狩りの一つだということになっております。はい、じゃあそのお囃子を皆さんにお聞きいただきましょう。どうもありがとうございます。ガンガラ山、本町は福神に弁財天を祀った山であり、六町の中で唯一女性の神様を祀っています。それに合わせて前の人形も可愛らしい和人形が乗っています。梨は密教の宝具である五光霊の両端を見られています。また大きな鈴がガランガランと音を出すことからガンガラと呼ばれるようになりました。
取りください。それではよろしくお願いいたします。ありがとうございます。緑の会の皆さんの踊りでした。盛大な拍手をお願いします。
だっていつもほら踊りが
かいや。Let's go.
ありがとう。喧嘩大国の熱気